召喚されて G2 と言われる共和党系の人たちが来るわけですね。そういう人たちはもう完全に冷戦になってるわけ、冷戦のマインドセットになってるわけね。だから今度は要するにそういうその憲法その第9条の位置づけも全然違っちゃうわけですよ、ね、昔はっていうかそのルーズベルトがいた時はそのアメリカとソ連が同盟国で日本が敵国だったわけだけど、今度は冷戦時代に入るとソ連が敵国で日米が同盟国になるわけですね。で49年にソ連が核実験をしてまさに冷戦が始まる。で50年に朝鮮戦争が起きる。で朝鮮戦争の時にとにかく日本は要するに日本がある意味で生命線になっちゃうわけですね、いわゆる西側のね。だからその冷戦の中で日本が前線基地の役割を担わされる。